皆さんこんにちは。こんにちは、当チャンネルを管理しておりますガイデズンと申します。今日は相棒がいます。名前は長男です。長男です。二十歳になりまして、昨日初めてお酒を飲みましたまあそれはいいとして、普段はどんなお仕事をされていますか？制御機械の配線をしています。制御機械の配線をしています。まあ要するになんか機械にケーブルをくっつける仕事をしてます。でまあ分解が大好きです、なんせ。ということで、本日はこちら、DV カムですけども、DSR370、 こいつを分解していきたいと思います。で特に今回はここのセンサーブロックですね、ここにあります 3CCD の、プリズムを取り出してみたいと思います。それではどうぞよろしくお願いします。はい、それじゃあ始めていきますか。まずファインダーを外してもらいましょう。わからんよね。ここを回してでずらしてってどっかですノッチがあるね、ノッチというか、あ、逆やった。でここを押してたらファインダーが外れますと。はい、はい、よいしょ。あ、先にここ外そうか。ここを待って、ここのキャップ開けて、キャップを開けて、でそこにあるセンサーの黒いところに3つのビスがあるから、それを外していきましょう。ここを目指していきたいと思いますと。じゃあサイドパネルいきますか。行くか。おお。SH7034 なんやろね、日立の。これ分からんね。あ、近づきすぎた。よいしょ。で裏返してもうて。そう、もしかして。うん、じゃあじわーっと開けてみましょう。おお、すごいね。じゃあコネクター外していきますか。これをのけれる。おお。そしたら、CCD ブロックの前にあると思われる基板を外しますか。左側のやつ。
で、さらにリボンケーブルがありますと。お、なんかちょっと待って、ストップ。そこのなんか赤と緑と、赤と青と黄色のケーブルはなんか意味深やな。まあ後ほど見ましょう。そいつも。では引き続きまして CCD ブロックのところを分解していこうと思いますが、多分金属のカバーのところ、これを外していきましょう。のきそうかな。それそこの基板全部ゴボッとのけなかったら無理ってやつ、あの後ろ側の基板のけたら無理ってやつ。まあ無理やり曲げれば。曲げますか。アルミ。アルミ。どうせ使わんから思いっきりいっちゃってください。何しとるね。はい、抜きました。で、で多分この部分、ここが CCD のブロックになってるんじゃないかと思いますが、3枚ぐらい基板ない、そこに。あ、あるね。3枚基板があるね。ここに1枚とここに1枚とここに1枚、これが CCD のブロックじゃないかと思いますが、さてそいつを外したいのですが、いけそう。どう？正面を外してどうか。ああ、こんな感じか。あの B っていう印刷が入った基板はちょっと触らん方がいいかもね。あ、いや、いいんか、触っていいんか、関係なさそうよね。 B の基板も外しますか。これそうやね。あ、これは分かりやすい絵面かもしんない。あの RGB それぞれ、こことこことここ、色の三原色のデータを取ってきて、でここで画像の映像の処理をするというふうなものかもしれないですね。じゃあ、はい、そこのリボンケーブルも無慈悲に。もしかしてそれで CCD ブロック取れた。あ、でもちょっとよく見たら、あの右奥のところのケーブル、これ、これがあるから、まあ結局全部外さなかったら無理ってやつやったね。はい、 CCD ブロックが取れました。はい、 CCD ブロックが取れました。はい、くるっと回して、くるっと回して、
これが CCD ブロックです。はい、それでは、CCD ブロックの分解をしていきたいと思いますが、これを見るからにこの、プリズムを製造したのはキヤノンであることがわかります。メイドインジャパン。じゃあちょっともうちょっといじってみようか。なんか横にずらしたらスルっていったりせん。わっ、取れました。これが CCD ブロック本体、プリズムの部分になります。はい、ということで、ハンダ頑張って当ててみました。じゃあ外してください。パカ。おお、これすごいね。はい、こんな感じで抜けました。では残り2枚、引き続きお願いします。はい、ということで分解ができまして、CCD を並べてプリズムも配置しました。では、まあちょっと一部画面にも映ってますけども、光当ててみますか。ではお願いします。よいしょ。はい、このように、正面から入った光が、RGB ですね。青と緑と赤のはずなんだけども、まあオレンジっぽいものに色が分かれます。そのままちょっと撮って、はい、こんな感じ消します。パチ。じゃあつけます。パチ。RGB に分解するメリットというのは、まあ、最近の当然スマホとかもそうなんですけども、1枚のセンサーでやってる場合は、センサー上に RGB のフィルターを入れて、で、色分解して記録するという方式をとっております。で、3CCD とか 3CMOS とか、3番式のカメラの場合は RGB ですねに一辺プリズムで、光学的に分解をしまして、で、その上でセンサーにですね、はい、センサーの方に、光を送って、もう青ばっかりとか緑ばっかりとか赤ばっかりとかという純色の状態で、画像処理をします。まあ、このメリットは、画像の、映像の、まあ、解像度が上がったり、まあ、もちろん感度も上がったりで、SN 比ですね、あのノイズっぽさが少なくなったりというふうなメリットがあります。当然色の表現力はもうあの1枚の CCD よりも圧倒的に綺麗ではありましたが、まあ、最近 あのセンサー技術の方も十分進歩しておりますので、まあ、ある程度面積のある、まあ、1インチ以上かなぐらいあるセンサーであれば、まあ、十分3CMOS
と、いい勝負ができるぐらいの色合いをしているのではないかと思います。せっかくなので2分の1インチ CCD センサーの表面を顕微鏡で見てみましょう。専門的な顕微鏡ではなく家庭学習用の顕微鏡でどこまで寄れるかチャレンジしてみます。途中ソニーのロゴとセンサーの型番 ICX038 の文字が確認できます。しばらく進むと基板の端に差し掛かり金線でワイヤーボンディングしている様子を見ることができます。ここで見えている右側のザラザラしている粒々が CCD センサーの一つ一つになるのではないかと思います。はい、というわけで、分解と、顕微鏡での見るの、顕微鏡でセンサーの、表面ですね、を見るのもやってみました。プリズムはなかなかね、見ることがないと思いますので結構貴重な映像じゃなかったんじゃないかなと思いますけども、分解大好きの長男くんは、分解してみてどうでしたか？はい、カメラのプリズム部分はもう分解したことがなかったんでもう初見のものです。本当に面白かったです。普通分解せんよね。そうですね。でね、さっきのセンサーもね、このセンサー表面のところにね、なんかソニーの型番とかがあったりとかして、うん、あれなかなかすごかったかと思います。はい、というわけで、この動画が面白かったなという方は、いいねも、まだの方はチャンネル登録をぜひお願いします。お願いします。